皆さんこんにちは、ムチョと申します。生まれてこの方、西武一筋のムチョです。いや、なんとですね、そんな西武ファンの私もびっくりの大物野球選手っていうのが競馬界に参戦するようです。いや、本当に最近はですね、話題性のある若い大物馬主さんの波が来ているのを感じます。まあその中で言ってもかなり若い方っていうことにはなるでしょうか。まあまだですね、これ行われてサイズに動画撮ってるので、これからまた再度の購入っていうのがあるかもしれないんですけれども、いや、なんとですね、こちらご覧ください。あの上昇福岡ソフトバンクホークスでキャプテンも務める柳田悠岐選手がアルワイン3区を2860万円で購入しております。私も最初はですね、同姓同名の方かなって思ったんですけれども、やはりよくよく調べてみるとご本人で間違いないということでですね、いや、これは競馬界にとっても野球界にも衝撃が走りました。で、なんとこの一頭だけではなくですね、2日目にもですね、まあ、あくまで現時点ですけれども、もう一頭っていうのを購入しておりまして、こちらですね、ウラシップ3区のボバをまともや3190万円と、もう2頭ともね、ある程度高額な馬っていうことで、ちょっと本気度具合を感じますね。いや、ほんとここまでのバリバリのね、トップ選手が現役時代に競馬界の補充馬主になれるっていうのは、いや、かなり珍しいというか、私の記憶ではないぐらいですね。まあ、一応プロ野球関連の方で言えば、あのビルシーナやシュバルグランを所有する佐々木和弘さんが、まあ、凄まじい相馬がお持ちで、まあ、本当野球時代の実績にね、引きを取らない馬主としての結果っていうのも積み重ねておりますけれども、まあ、ただ佐々木さんの場合は引退したのが2005年ということになりますから、まあ、やはり一旦現役をね、退いてからの、まあ、参戦ということではあったと。ああ、ただ現在横浜の監督を務められている三浦大輔さんは現役時代の2011年から馬を所有されていたようですね。この時38歳ということになると。まあ、ただ今回の柳田選手はそれよりも若い34歳での参戦ということになります。まあ、もしかしたらね、名前は聞いたことあるけれども、どういった選手なのかがわからないっていう方もいるかもしれませんので、まあ、私なりにご紹介っていうのをさせていただきますと、まあ、本当競走馬に例えるならば G1 5つぐらいは勝っている殿堂入り確実な一頭ということになるでしょうか。まあ、実際も今の年で1475本の安打数を誇るっていうのは、まあ、2000本安打というね、殿堂入りみたいな迷宮返りする可能性っていうのは非常に高いでしょう。ちょっとタイトルっていうのも追加してみましたけれども、2015年、そして2020年にはですね、まあ JRA でいう年度代表馬にあたる MVP っていうのも獲得しておりまして、僕は本当にどの数値をとっても飛び抜けた数値っていうのを叩き出してますね。まあ、トリプルスリーとかっていう言葉は聞いたことあると思うんですけれども、特にこの2015年はですね、3割6分3厘、アベレージはもうトップ、そしてホームランも34本、盗塁も30超えということでね、しかもゴールデングラブ賞も取っておりますから、もう打って走って守って全てにおいてね、まあ、頂点に立ったプレイヤーっていうことが言えるんではないでしょうか。まあ、それこそ吉田正尚選手とか大谷翔平選手とかがね、日本にいた時でも、いや、本当に負けずとも劣らない能力っていうのを持っていたお方だと思いますね。まあ、本当この全盛期の時にね、柳田選手がメジャーに行ってたらって思いは結構なプロ野球ファンが思ってることではないかなと思いますね。まあ、本当この OPS というですね、もう私がやっぱり打者としては最も評価すべき総合指標なんですけれども、もうここの数値が1を超えるのって本当異常な数値で、年間にね、全球団で1人いるかいないかぐらいのレベルなんですけど、もうこの方は4回ですか超えてますからね。それこそ去年の三冠を取った村上選手で 1.16 ぐらいでしたけれども、本当そのレベルの数値をね、こんな何回も叩き出すっていうのは、まあそうできることではないですね。通算で言っても 0.95 あるっていうのはね、もう本当歴史に残るバッターの証明だと思います。で、どうやらですね、突然こう馬主になられたっていうわけではなくて、もともとそういった競馬に関する興味っていうのはかなり強かったようでですね、もうそもそもあの一口馬主っていうのを先にやられてたようなんですよね。まあ、やはりスター選手らしい引きっていうのも見せておりまして、あの重賞も勝って G1 でも3着まで来たアリーボなんかも所有馬の一頭のようですね。まあ、あとは同じシルク所属だったアーモンドアイを用いて、あの同じチームの周東選手はですね、アーモンドアイよりも速い
ていうふうにインタビューで答えられていたことも印象的だったかなと。まあこういった馬も通じてね、またちょっと馬主になりたいっていう気持ちも強くなっていったのか、もうすでに去年の段階ではこのモーリスを生産したですね、小川牧場さんにですね、ホームラン40本打ったら馬をくださいっていうことをおっしゃってたようですね。この戸川牧場さんの戸川大輔っていう選手が西武にいたんですけれども、その方の実家なんですよね。でまあその戸川選手と柳田選手は自主トレをするような中で、まあそういったつながりもあって、その牧場さんとのねコネクションっていうのも自然とできていたわけですけれども、まあただ残念ながらですね、去年は先ほど見ていただようにホームランは24本ということでね、届かなかったんですけれども、もうちょっとね今年は本数に関わらずもう自分で変えますということを、まあ、年度当初に、まあ、おっしゃっていたようですね。まあ、実際にそれをね有言実行を起こしたのが、まあ、今回のセレに当たると。いやなかなかね今の時点で買った馬たちっていうのもやっぱ競馬をかなり知ってる人じゃないと選ばれないラインナップかなっていうのも思いますからね。ちょっと先ほど2頭って思ってましたけれども、さらにもう1頭サトノクラウン3区最高額4000万円で買ってるみたいですね。いやーこれちょっと驚きの金額にまで達してきたような気がしますけれども、まあでももうそれだけねガチで馬主参戦してくれるっていう意気込みを感じて本当に嬉しいですね。まあ、やっぱこの馬たちっていうのももちろん直接はね北海道には行けなかったようですけれども、ある程度こう柳田選手が候補を挙げて選んだ馬たちだと思いますからね。まあやっぱり有名な馬としてはキトサンブラックとかエファネイアとかキズナあたりになってくるのかもしれないですけれども、ちょっとそこをね知る人ぞ知る商馬というか、アルワインとかねルーラーシップサトノクラン、なかなかちょっとクロート向きとも思える商馬たちを選んできてるっていうのはやっぱりかなりやってきた方なのかなっていう印象があります。特に個人的にこの最初に買ったサラシーの子は典型的に言ってもかなり夢があって面白そうだなっていう風にはちょっと競り前から思ってたんでね、いや本当楽しみだと思いますね。結構アルワインがこうディープかけるドバイマジェスティというアメリカのねがっつりスピードタイプの商売になるんですけれども、そこにねあのヨーロッパの怪物フランケルが出ているような品系っていうのはね、まさにヨーロッパと日本とアメリカの融合というかね、やっぱこういうね全ての要素をバランスよく含んだ馬が走るんじゃないかっていう風に思っておりますので、まあお姉ちゃんのアグラシアードもねここ出身で安価な715万円という価格からオープンで走れるまで行きましたからね、お姉ちゃんにも三叉戦からね大舞台で走れる期待っていうのは十分かけられるんじゃないかなと思います。あとやっぱセレクトじゃなくてセレクションセールからねこう日高から馬を選んでいくっていうのももしかしたらなんか意図があるかもしれないなって思うと、まあそこもちょっと味を感じますよね。やっぱこれだけの予算があったらやっぱセレクトでも買える馬っていうのはやっぱ車台系の馬でもいたとは思いますからね、もしかしたらやっぱ戸川牧場さんみたいに日高系を応援したいっていう意気込みもあるのかもしれません。まあただもちろんねプロ野球選手として凄まじい年俸とスポンサー収入みたいのもあったのかもしれないですけれど、それでもやっぱりなかなかね企業経営者の何百億とか千億とかそういう規模の資産ではないと思っておりますので、そういった中でのこの4000万とか3000万の購入というのは結構攻めた予算の購入っていうのも言えるのかなって思いましたね。なかなか佐々木さんとか三浦さんでもここまでの金額のもう買ってる印象はないんでね、まあ佐々木さんの場合はもう春はスイートを自分で所有したっていうところはもうかなりね大きいですけれども、まあでもこの流れでですね、どんどんこういったね大物野球選手の競馬界の参戦っていうのが増えてきたら、いや競馬のねちょっとイメージアップやちょっと見てみようかなっていうね一般の方っていうのも増えてくるんではないでしょうか。一応前に現巨人の中田翔選手もですね馬でも買おうかなっていうことをおっしゃっていたことはあって、まあ年俸とか的に言ったらねもう十分条件を満たしている方だと思いますから、ちょっと参戦期待したいですね。まあもちろん西武ファンとしてはねそういう西武関連の方がやってくれたら嬉しいんですけれども、まあちょっと最近いろいろとねお騒がせしているところがありますんでね、ちょっとまずは野球からといったところでしょうか。その佐々木選手あたりがねなって感銘アップルとかで走ってくれたらねちょっとめちゃめちゃ応援したいんですけどね。あとはおかわりくんとか栗山とかね、そんな希望もしつつ、まあ、この波がねどんどん盛り上がってくれることを祈りたいと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。